とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。先日のアップデートで、地雷、そして衝撃波などによるボスのワンパンができなくなっちゃいましたというコメントをもらいました。まだちょっと試してないんだけども、それが本当だったら結構厳しいよね。うん、それでワンパンしてた人も多いと思うんですけども、ちょっと真相を確かめに行きたいと思います。それではまずは地雷を試してみようか。あー、ダメだ。本当だ。地雷ができなくなってる。マジで。地雷は終了してますね。あー、タワーとかで結構地雷は使っていけてたんで良かったんだけども、ワンパンができなくなってますね。衝撃波はどうだろう。それでは次は衝撃波で行ってみましょうか。これにもね、昔よく助けられたんだけども、これ修正されてたら結構ショックだな。あれ出てこない。出てきた。うわ、ダメだ。完全に終わってる。そうか、まあまあ今回ちょっとワンパンっていうのにかなり、うん、修正が入ったんだな。そうか、ちょっとショックだな。うん、このスキルによってワンパンするやつと地雷は意外とねタワーとかで使えたんだよね。他のボスとかでも結構使えて、うん、それが今回終了したということで結構ショックです。はい、皆さんも気をつけてみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。